キンプリヒラの仕様がラスト歌唱で言葉続かず号泣、励ますメンバーの目にも涙。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。アイドルグループ、キングプリンスが20日に生放送された NHK 総合、ベヌー101に生出演した。キンプリは22日にヒラの仕様、キシユータ。 ジンウージュ・ユッタのメンバー3人がグループから脱退。その後ジャニーズ事務所を退所する。キンプリは残る長瀬角、高橋海斗の2人体制で継続する。番組は通常放送より5分早くスタートし、5人揃って最後のパフォーマンスを披露。まずは高難度のダンスが話題の、アイチャイ版でドギムを抜けば、続いて事前収録とみられるデビュー曲、シンデレラガールを白い衣装で熱唱した。最後は、 ビューティフルフラワーで、再びスタジオから生歌唱。曲が始まる前から平野は唇を噛み締め、一番最初に歌い始めたところで涙腺線が崩壊。歌詞が続かず、他のメンバーに励まされながら、なんとか取り繕った。カメラワークはメンバーの表情にクローズアップされ、それぞれが目を潤ませながら、最後のパフォーマンスを終えた。歌唱を終えた平野は、いやー泣くかと思った。危なかったね、ギリギリ耐えた。と冗談。 続けて、こんな泣くはずじゃなかった。歌詞の、最後の、ありがとうのフレーズ、メンバーにも、ファンの皆さんにも言えて、すごくスッキリしましたと晴れやかに語った。トースポウェブ、平野志陽さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。